なんかすげえ悪夢を見ていた気がする。どんなだよ。宇宙から敵が攻めてきて、人類マジで滅亡5秒前。夢じゃねえよ、現実だよ。冗談だよユッキ、天候行こうぜ。振り回されっぱなしね。お前に言われたくないわ。あれ、なんだか今日は朝から元気だ。一番早く寝てたからな。今日はエミュレーターは使いません。全力でかかってきなさい。え、それはどういう意味だ。そのままの意味よ。全力でかかってきなさい。それは全力で。あなたのおっぱいを揉めと。ふん、冗談を言う余裕なんてあるのね。楽しみだわ。くるくるバーカーじゃない。ということは司令官は本気のようだぞ。本気でユリってことか。くるくるバーカーって私が言っちまったじゃないか。ちげえよ、司令官は戦う気だよ。その通りよ。待て待て待ってくれ。だったの。のんきなやつだな。おじけづいたのかしら。そうだよ、おじけづくよ。心の準備をさせてくれよ。一回アリーナの外に出よう。手短にね。よく考えようぜ。誰が前に出る？準備はできましたか？準備はできました。準備できた。よし行こう。戦う覚悟ができたようね。では行くわよ。まさかあれは電子軍人手帳。夏草や強者どもが夢の後。セラフィムコード。司令官もセラフ使えたんか。なんてまがまがしいセラフ。さあ乗り越えてみせなさい、立ちはだかるこの壁を。やるしかないみたいだな。お前たちやっておしまいなさい。ああ、ってお前もやるんだよ。そうか、やっぱりそうだよな。何私らだけをけしかけようとしてんだよ。どういうスタンスだよ。私だけはコンソールにいて足組んで画面を眺めている敵の。そんなコンソールはない。じゃあやるしかないようだな。改めて行くぞ。よっしゃ。6人がかりで私を倒せたらキャンサーとの実戦に出ることを許可します。この1週間で戦いの基礎は全て叩き込んだつもりよ。期待してるわ。さあ本気でかかってきなさい。気合い入れていくぜ。どうだ。はっ、甘い。まだまだ。どうしたものかな。こいつはありがてえ。キルキザン。なるほどな。よっこらショット。今は待ってるでは。やっちゃうやっちゃう。やらせてどこかに。こいつはありがてえ。ま、こんな感じ。
まあこんなところね。平然と立ち寄ったで。バカな。どんな強さなの。これ以上は敗北の予感。くそ、ここまでか。お見事、合格よ。え、何に。あなたたちの戦闘力はもう実戦をこなすのに十分なレベルに達している。今回の結果とこれまでの訓練の成績を考慮した上で通達します。あなたたち 31A を切り込み隊に任命します。切り込み隊、かっこいい響きです。これで勝つのですね。ちょいちょい挟んでくるそのネットスラング、何なんだよ。切り込み隊とは。なんだろう、いい予感がするな。だから普通悪い予感だろ。それは何なのかしら。キャンサーの集団に真っ先に突っ込んでいってもらう危険な役目よ。なんという子供のトラップ。持ち上げておいて落とすなんて。落としてなんかいないわ。選ばれた精鋭にしか任せられない役だもの。あなたたちには自信と誇りを持ってこの役目をこなしていってほしい。そんな言い方されたら弱音が吐けない。お前結構な修羅場くぐってきてるはずだろ。切り込み隊の死亡率は他のどの部隊よりも高くなる。それは事実よ。ただ当然周囲はサポートするし、何よりレフレクタがあなたたちを守ってくれる。とにかく戦場ではレフレクタの残量とそれが切れた場合にすぐ逃げることを忘れないで。それだけを守ってくれたら死なせないわ。そんなええやんけ、めっちゃ活躍できるっちゅうことやんけ。ビビってるじゃないか。むしゃぶるいや。怖い。今の聞いても喜んだままでいられるのか隊長さんよ。マジで言ってるんじゃない、これはドッキリだ。だから今から司令官はこう言うはずだ。デーペリンかと。言わねえよ、それお前の中で流行ってるだけだろ。司令官デーペリンコって言ってくれよ。じゃなきゃその話マジってことになるじゃねえか。マジです。デーペリンコ、お前が言うのかよ。明日からのあなたたちの活躍に期待するわ。じゃあ今日はこれで解散。お疲れ様でした。何？あら、揃いも揃ってどうしたの？改めて 31A に自己紹介したいのだけど、いい？どうぞ。行くわよ。私は天才科学者の山脇ボン・イバール。いずれこの世界を滅ぼす女よ。なんでそんなこと企んでる奴がセラフ部隊にいるんだよ。山脇様の手にかかれば3日と持たないでギースよ。まるで絵に描いたようなしもべキャラだな。ほら、あなたたちも例の自己紹介してやんなさい。アーデルハイドはそういうキャラではないでござる。無理やり連れてこられたって言いますか。研究の続きをしたい。楽しそうだからついてきただけです。でも悔しいって感じは一致してたろ。そうにキスよ。全くないでござる。強制参加というからついてきたまでですが。実験の続きをしたい。楽しそうだからついてきただけです。なんていうことでギスか。グダグダですね。31A の茅森ですが、何かどこかでお会いしましたっけ。わざとらしい上に超上からだよ。なれなれしくしないでちょうだい。え、なんで。私たちにとってあなたたちはライバル、倒すべき敵だからよ。そうでギスよ。いきなり敵認定か。なんか新鮮。楽しくなってんじゃねえよ。なんで仲間同士なのに敵なんだよ。決まってるでしょ。31期の A にふさわしいのはあなたたちじゃないってことよ。お門違いもいいところでキスよ。え、 A ってことに何か意味があるの。説明していなかったわね。新入隊員たちは6人1組の部隊に分けられ、任意のアルファベットを割り振られる。
それは知っているわね。ええ、その場合のアルファベットに深い意味はない。ただし A だけは別、 A はその世代で最も優秀と認められた部隊に当てられる特別なアルファベットなの。やった、さすが私だ。私らも褒めろよ。それが気に入らないのよ。司令官、なぜ入隊してすぐ彼女たちを318としたの。私には理解不能よ。山脇様はあまり頭が良くないのでキスよ。手下がそれ言っていいのか。単純に彼女たちの身体能力やポテンシャルを考慮しただけよ。それ以上の情報は開示できないし言う必要もないわ。この私が彼女たちに身体的に劣ると。山脇様は天才マッドサイエンティストなんでギスよ。マッドサイエンティストは虚弱なイメージだわ。すこぶる健康よ。うわ、突っ込まれた。関わりたくなかったのに。しかもキリコみたいな役目まで奪われるなんて。そんなの受け入れられないでギスよ。 A にしてもキリコみたいにしても、あくまでそれは戦力として優秀というだけの話よ。あなたたち 31C は山脇、天での科学の知識や桜庭の予知能力を生かして動くという重要な役目を担ってるわ。決してあなたたちを軽く見てるわけじゃない。はっ、さすが司令官、口がうまいわね。騙されないでギスよ。お前ら司令官にどんな口聞くんだよ。大丈夫か。うちの隊長もやばいけどさ。私の、いや、私たちのプライドが許さないよ。私のっていい。いや、天ね、みんないるんだから私たちで合ってるでしょ。こんな司令官に喧嘩売るような話になるなんて聞いてないでござるよ。楽しそうだからついてきただけです。研究の続きをしたい。グダグダですね。何が言いたいの。勝負よ。勝負でギスよ。勝負。私たち 31C と 31A を公平に競わせてほしいの。勝つ自信あるし。勝ったら A を私たちがいただくわ。 31CA になるけどかっこ悪くない。なんで C がついたままなのよ。あなたたちが C をつけるのよ。何ただの31になろうとしてるのよ。いや、すっきりしていいなって。お前らが 31C になるんでギスよ。熾烈な頭悪い対決ですね。その通りだけど、言ってやるな。どう司令官、人類ピンチな時にそんなことやってる場合じゃないだろう。そうね、いいかもしれない。やるの。お互いいい刺激にもなるでしょうね、七瀬。はい、異論はありません。よし、来たでギス。今日のところは休みなさい。勝負の内容はこちらで考えて後日通達します。こりゃ楽しみね。やってやるでキスよ。行くわよベンガ。はいでキス。なんでこんなことになるんだよ。ええや、格の違い見せつけてろ。すみません、何か大事になっちゃいましたね。あれ、一人残ってた。サツキだよな。なんか至近距離で見たことがあったような。いらっしゃいませ。ああ、ショップの姉ちゃんだ。サイチーなの。はい、ショップで働いてたらセラフ部隊にスカウトされたんです。そっか。そんな雑なスカウトでいいのか。セラフ部隊は確かサツキマリーだったな。じゃあマリーだ。で、そのマリーが何。いえ、本当にこんなことになって申し訳なくて。気にすんな、乗りかかった船だし。 31C と対決することには1ミリも乗りかかっていない。日本語大丈夫か。でも一つだけ伝えておきたいことがありまして。ほうほう、なんだい。私たちには私たちの対決する理由があるんです。今はまだお話できませんが、出世する一番手となりたい気持ちは私たちの方が強いと思います。
だから決して生半可な気持ちではないということをお伝えしたかったんです。負けませんから。うん、それなら気持ちよく勝負できそうだ。え、どこに納得できる理由があった？みんな暇だろ？訓練で疲れてるわ。スタジオ行って練習しようぜ。ほんとこの子は聞かない子だね。どうした、オタマさん。音が原曲のように太くならないんです。オタマさんの進化がやばい。もうそんな息に達してるのかよ。ベースがどんな音かも想像つかへん言うてたはずやの。実はここにあったピックって全部薄かったんだよ。ピックって全部こんぐらいちゃう？うん、みんな使ってるのは芯っていう一番薄いのなんだ。うちももうちょい厚い方が弾きやすい思ってたところや。じゃあミリアムを探してみっか。ここになかったらどこにあんだよ。たまに道路に落ちてるの見るよ。そんな軍手みたいなものなのか。さて、ピック探しに行くか。道場以外、ふれあい通りの方に探しに行ったぞ。ミディアムレアのピック食べるのは危険ね。そこどきや。どうしたのかな。行ってみない？の下になんかあるんや。うん、ん？見つけた。本当に落ちてやがった。硬さはどうですか？まさにミリアムだ。タマ、もらい。いいんですか？うちは最悪、ホタテで弾く。やめろ、一気に色物バンドと化す。ユッキ、そんなにこのバンドに真剣だったんだ。じゃあ、絶対探さなくちゃ。余計なこと言っちまった。森の中にそれらしいものが落ちてたんだけど。見つけた。ピックってそんな落ちてるものなのか。硬さはどない？ヘビーだ。ちょっと硬いから初心者にはどうかな。かまへん、ホタテよりは弾きやすいやろ。そもそもホタテで弾けるのかよ。これで揃いましたね。練習に戻ろう。求めていた音だ。うん、ええな。よかった。
敵。さすが私の使い。私も体の芯まで温まったよ。出るよ。ハイデキ。あれ、実は優しい。あなたと戦えと。ええ。待て待て待ってくれ。どったの？のんきなやつだな。行くぞ。よっしゃ。仲良くしよう。改めて31Aの茅森だ。よろしく。なれなれしくしないでちょうだい。え、なんで？私たちにとってあなたたちはライバル、倒すべき敵だからよ。そうでぎすよ。